皆さんこんにちは、大気モデルでございます。女子のおりです。今回はですね、この間完成しましたこのデュエルに続いて、はい、ストライクの、うん、ストライク痛いっつってね、直撃痛いよっつって軽い痛いよっつってね言ってました。はい、はい、宿敵ストライクガンダムの続きやってられてるんです。動画界でね、ここら辺パテつけときました。プラスパテでね、はい、なんとなく形にしときました。まあ、うん、変えてると思うんですよね。もうちょっと乾かしてから切削作業を始めますけどね、はい、今回は手足頭やっていこうかなと思います。はい、ね、とりあえずね、足はそのままつきすくかな、ちょっとやってみないとわかんないですけど、まあ、足ちょっとつけてみようかなと思います。はい、足の方ですね、こちら比べてね、少し変わっております。同じ角度にするとわかるかな、こんな感じ、わかりますか。太もものここ横を削ってね、上が膨らんでるのを少なくして、太ももをちょっと細くしました。それに伴ってね、ここら辺ちょっと削り込んでね、丸っぽいのをちょっとだけ四角っぽくしてます。そして、ソールの赤いところも削り角度を変えて、少しね、こう立てた状態で足が広がってるのをね、少しだけ立てて広がらないように変えてみました。で、股関節部分はこの棒ちょっと切ってますよね、はい、この棒のところを切ってちょっと角をね、はい、落として、で、プラスチックパテで少しここら辺ね、少し幅増ししてね、やっておりますよね。このライジングフリーダムイモータルジャスティス系の股関節が、ここがね、径がね細いんで太くしました。ではつけていきましょうかね。ね、そして、フロントスカート部分ね、もうつけておりますけどもね、ここですね、グレーの部分を切り離して接着しております。後ろのスカートはね、もうマスキングで塗り分けようかということでね、プラパテと切削とでグレーの部分につけてますけどもね、はい、で、フロントスカートが少しね、好みの形ではないというか、なんか上が細すぎるような気がね、ここのラインに合ってるんですけどもね、好み的に少し広げたいのと、ここの斜めの角度が斜めすぎて、なんか外側に無理やりこうね、こう隙間を出ないように持っていってるように見えたので、そこら辺プラ板で修正しました。こんな感じ、1ミリプラ板をね貼り付けて、で、好みの角度に変えております。はい、なのでこのグレーの部分が貼ったプラ板ですね。これによって上から見た時にね、角度がだいぶ違ってるようになってます。外側のね、なんていうんですか幅というのは、この本当にここの見えてちょっと見えてるグレーの部分しか広くなっておりません、はい、では、はめていきましょうか。まあ、塗装するにここをね、両面こうマスキングだとね、ちょっとめんどくさい、ここはめんどくさいね、外れるように作ってみました。で、下半身完成ですね。そして上半身の方がこんな感じ、まあ、ある程度削ってね、外側をここの厚さね、ここの厚さを少し薄くしております。で、これも外れるように作ってますんでね、はい、この後ろの方のここの高さが足りなかったので、今プラ板貼ってますけどね、前に合わせて
削っていって、そして後ろの方を少しね、こうやって見ると分かると思うんですけど、後ろにだいぶ広がってるんですね。で、肩がね、胸を張った状態にするのにここに隙間が出てしまうので、ここもここら辺から少し削ってね、後ろにすぼめる感じで削っていきたいと思います。次、腕なんですが、肩をこれを使いたいと、まあ、インフィニットジャスティスの肩軸使いたいと、まあ、胴体にはめるのにね、接続方法が違いますよね。凸と凸ですので、はまりませんのでね、はめたいんでこちらに変えていきたいんですけども、こちら側の接続方法も逆なんですね。凸と凸になっちゃってね。なので、こちら側、いつもだとこの中身をライジングフリーダムイモータルジャスティスの関節に変えるんですけど もう前腕部の構造が独特ですんでね、ここのここに加工物入れた方がいいだろうということで、もう加工しております。こんな感じ、アーマーシュナイダーも出せますけどね、はい。手首もライジングフリーダムのものに変えてます、はい。で、中がこんな感じ、ここにね PC パーツ、3ミリ系の PC パーツ入れております。なのでちょっと見えにくいですけどね。で、なんとなく四角く削ってね、はい、はめておりますので、こんな感じね。でここ、こんな感じですごくがっしりつくんですけども、これ自体はちょっと長いので削っていきます。本当にちょっとで、今あいつね、コンマ2ミリぐらいね、隙間空いてましたので、コンマ2ミリぐらい、こんな感じで削っていきます。で、つけるとぴったりね。で、保持力もすごくね、いい感じなっております。で、ここですね、ここをはめたいんですが、もちろんこのままはまりませんので、このグレーの部品を加工します。いらないところをカットしていく。まずこの肩軸、これの軸が入るところのポリキャップの指示いらないのでぶった切ります。そして、ここですね、ここもいりませんのでぶった切っていきます。そしてこちら側のピン、内側のピンですね、内側のピンも無事ぶった切らないと接続するときにね邪魔になりますのでぶった切っていきます。はい、こんな感じですね、はい。ある程度接着してね、やってみました。で、このままつけたいんですよ。もちろん無加工だと接着もできませんのでね、角度をある程度決めてから、いらない部分カットしていきます。だいたい、このぐらい、はい、このぐらいカットするといい感じかなと思います。はい、続いて顔なんですよね。顔もともとイケメンなんですが、胸をね、前後に大きくしてますので、分かる？だいぶ差がありますんで、胸をボリュームアップするとやっぱり顔もね前後に少し伸ばした方がいいかなと思ったんで、こんな感じにやってみました。はい、アンテナもちろんねシャープ化しております。角度も少し変えております、アンテナのね、削るときに。そして、何をしたかと言いますと、ここですね、頬当て前、下も少しだけ伸ばしてます。そして顎、グレーになってるところがアフラバンに達したところですね、はい。1ミクロバン貼ってからね、好みの形に削り倒しております。こんな感じですね。まあ、少しね、ひさしが出すぎてる感じがしましたので、
顔を丸ごと出そうかと思ったんですけども、顔を出すとまた、少しバランス悪いかなということで頬当てと顎の改造をしております。それでまあかなりイケメン度もさらに上がったんではないと思います。顎やっぱちょっと比べるとちっちゃいですよね、赤い部分ね、はい、こんな感じですね、ではね組み立てていきましょうかね。はい、組み上がりました。はい、まあまあいいんじゃないですか、うん、はい、理想通りになりましたよね。はい、背中のねここ、はい、エールストライカーとか、いい、まあ、ストライカーシステムがつくところはね、はい、また次回、うん、やろうかなと思ってます。はい、はい、まあちょっともう一回比べてみましょうかね。はい、サムネでも多分あったと思うんですけども、うん、こんな感じでだいぶ覚悟があったんじゃないかと思います。はいはい、これね胸だけだと思うでしょパッと見、うん、違いますからね。はい、ここのえ、まあ、ここもプラマン貼ってるんですけど、あ、ここの前後に出てるのを、はい、こうすごく出して、はい、ここの高さね、真ん中の高さ見てもらうと分かるんですけど、うん、だいぶ出てるんですよ。出っ張りが。だいぶ出ることによってスカートが前に基部ね、うん、接続部が前に出て、はい、こうスカートものすごくこう斜めってるじゃないですか。これがまっすぐなってると、うん。これによってスタイルがよく見えるという感じですね。うん、なのでこの改造の肝は胴体なんですけども、胸だけではなく、はい、股関節周りの位置関係もいろいろやってかっこよくしてると。後ろから見るとよくわかるから、うん、こんな感じなっております。はい、なので結構ね、自分のチャンネルであんまり言いたくないんですけど、胸ばっかり気にするじゃないですか。はい、違うんですよ。胸からウエスト、そしてヒップ周りのラインが一番大切ということですね。そうですね。はい、大体は一番重要視するのはここですね。腰周り、浮き輪肉、ね、浮き輪肉、浮き輪肉と言ってなんじゃお前みたいになるんでねまあ何が何じゃとか誰に対して言ってるかっていうのはちょっと差別なので言えないですけどねお前こんなことになるんでうち大義嫁も子供もいますけども、うんうん、結婚するときに一番さっき言ったのも浮き輪肉ついたら離婚やでと。あした浮き輪肉ついてね、はい、ドナミちゃん肉がついてるわけやつって回避してる。モビルスーツで言うとゴックやみたいな行き過ぎてるから浮き輪どころじゃなくなってるよねまあ、これ嫁見てたら怒られるんであんま言わないですけどね、はい、本当ですよ、はい、ということで、はい、これのねこれの次、ええ、来週かな、来週はたい焼きがもう発見したこと、はい、思いついたこと、うん、やってみたいと思いますので、ね、何でしょう、ぜひ、はい、出落ち動画が多分アップされると思いますそこら辺も楽しみにして待っておいていただければなと思います。はい、はい、真正面から見るとねなんとなくわかるかな、うん、ね、それではこの動画面白いと思います。グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォロー、X のフォローですね、はい、そして D-ROW 模型研究所ウリさんのチャンネル、大輝も参加して、やらされているチャンネルがございますので、ね、ぜひそちらを見て楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。さよなら。さよなら。